山川にゃんにゃんず、完封はホチンザエモン負け。愛との首が近づいたことだけが収穫。愛とは相変わらずだな。愛と惜しかったな。最後狙い玉丸い玉に絞ってたんやけどな。そもそも最初の代打平沼じゃダメだったのか。ダイソーは他いるし、檻の投手が強いだけだぞ。なんか普通にハムに抜かれそうだし、中日みたいに話題になることもないしでおもんないわ。でも今まで散々2軍で調子良い選手あげない無能って叩いたじゃん。お望み通り2軍で調子良い選手あげて起用したんだが、愛とは2軍でも甘い球だけ満振りしているし、何か練習とか対策してる気配ないのがやばい。向こうが勝手に付き合ってくれただけで、もっと大差ついてる試合よな。つか8月チームで一番当たってる子がに代打の時点で意味がわかんねえよ。バゲスパックからでも点取れないんだから、吉野部相手にチャンス作って偉いと褒めてあげないと。相手2分で最近3試合ぐらいで四球2個も選んだし、何か変わってねえんかな。代打相手が松井の監督としての才能を全部表してるわ。まるで相手になってないやん。一応プロ同士やで。山本由伸なんて端から当てないでしょ、気にしすぎや。ネットで散々ネタにされてる中日打線よりひどいでほんま。ご視聴ありがとうございました。